けたしさんのコース、パウ1個で全部蹴散らしてやるミニゲーム、こちら。はい、パウ1個全部何もかも蹴散らしちゃいましょう。え、そんなことできる？ほう、終了。これはでもどっかに鍵を持ってる、これパックンさんがいそうじゃないですか。そういうことだよね。そういうこと。あ、違うわ違うわ、分かった、たた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 、パウ1個でできるんだ。こういうことじゃないの？こういうこと。ほらほら、どんどん。オッケーオッケーオッケー。さあ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 、どんどん詰めて、どんどん詰めて。はい、右にどんどん詰めてください。そしてそして、うん、いいんじゃないいいんじゃない？オッケーオッケー。すごいよ、これ多分。超重なってると思う。このまま、オッケー。よしよし、はいはいはい。仕組みはどうなってるかわかんないけど、よし、これで1個にできました。いや、めちゃくちゃ重なってんだけどね、多分。そう、真正面からじゃなくて多分横から見たらね、パックンがずらーって並んでると思う。うん、まあいいや、行きましょう。へーい。これすごくない？どうなってんだろうね。うわー、復活してるし、イエーイ、楽しかった。はい、整列して整列してみたいな、はい、みんな ひとまとまりになってみたいな、そんなのをちょっとマリオさんが言ってるようにも聞こえましたが、はい、ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。4053のコース、わっしょい、テレサトロッコ、こちらやっていきましょう。何ですか、トロッコに乗ってわっしょいわっしょいしちゃう感じですか。やっていきましょう。おー、なるほど、まずはこれに乗って、わ、すげえ、ちゃんと鐘の音も鳴ってる。おっと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 、待って待って待って、あ、ずっと前に、あ、ドッスンドッスンドッスン、気をつけて気をつけて。ハテナブロックハテナブロックを叩きたいが、そんな余裕がないそんな余裕がない。ここ叩いて、おお、フラワーいいじゃんいいじゃん、フラワーゲット。ドッスンさんをくるっと上行っちゃった、危ない。ノコギリさんも来てた。ここは何、これもフラワーか、これはちゃんとコイン、うわわ、すげえ。ハンマーブロスのハンマーブロス軍団さんがちょっと下を通っていったけど、うわったた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 た、上から、うわ、あなたちっちゃいね。あ、フラワーもくれる、ありがとうございます。なんであなた乗ってんの、ちょっとここ店員一人なはずなんだけど。クロパックンさん、うわー、ちょっとヨッシーさん、ヨッシーさんに乗っかって、うわ、速攻退場されましたけどね。これでゴール？これでゴール？あ、P スイッチ、あ、あ、乗って、よかった。P スイッチが、ここでゴールですね。素晴らしい。このトロッコは、さすがですね。なんだろう、あの、ドンキーコングのトロッコみたいなね、ワクワク感がすごいありましたね。トロッコって楽しいんだね。4053ありがとうございました。次元爆弾起動、爆発の嵐から生還せよ、こちらやっていきましょう。うわ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 、早速爆弾さんが一気に爆発。まずはハテナブロック。これは別にキノコとかじゃないんだね。うわ、めっちゃ爆発してる音するけど。大丈夫かな？さあさあさあ、これ、早く早めに行かないといけない感じ。早めに、おーっと、これ、うわー、クリボーさん、あなた死にますよ。あなた死んじゃいますよ。大丈夫。こっち。はいはい、うわー。はははは。これすっげー慌てちゃう。慌てない、クリボーさんがいても慌てずに行きましょう、慌てずに。うおっと、ノコノコさん、パタパタさん、ここどうすればいいの、落ち着いて、そっか、後ろから、何、火が迫ってきてる、起動してる、どんどん、ちょっとここはどうすればいいの。よっしゃ、オッケー。ここは何、キノコか、そうか、この上が気になるんだけど、若干、これは何、イチャップ、ありがとうございます。うん、なんか最近ね、1アップをね、取ると、なんか、嬉しくなる、気持ち的に。これ、早めに行かないといけなかったんじゃない？よかった、うわ、挟まれちゃうのね、すげえ仕組み。ここは下に行って、さあ、ジェットコースター乗っていきましょう。おっとっとっと、これ乗ってていい、乗っててよさそう。クッパさん、なんでクッパさん？あなたの花ちゃんマシーンもちょっと乗り心地良さそうですねっていうか、沈んでっちゃったけど。よし、まずこの土管入って。で、うわ、めっちゃ爆発、オッケー、いよいよ、今度は今度は
これ待ってないといけない、待ってないといけない、ちょっと早く早く P スイッチ。おお、すげえ、なんだろうこのドキドキ感。いやー、生還しましたね無事。いや、よく生還できたわ。どんな困難も抜けられるマリオさん、さすがでございます。七色のパンツ会さん、ありがとうございました。鬼畜こけしさんのコース、崩壊の館、こちらやっていきましょう。崩れちゃうんですかね、崩れる前に脱出しちゃいましょう。さあマリオさん、まだ崩壊は始まってなさそう。よし、キノコ取ってこれをパウ、オッケーオッケー。あ、何、自分で崩壊していくの。そういうことか。どん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 パウを使って崩壊崩壊。いいね、崩壊するこの楽しさ。うわっと、あびっくりした。そっか、崩壊するとなんか敵が出てきたりするから気をつけてと、そういうコースね。わかりましたよ。オッケーオッケー、下行ってと、危ない危ない、テレサさんテレサさん、よしよしよし、いいよいいよ、中間中間。さあこっからこっから、まだまだ破壊の王様マリオキングが、この館を崩壊していきますよ。うっと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 、見えなかった。ここ崩壊して、うー、いいね。今なんかスマートななんか倒し方したけど、オッケー。ここもさあどうなるどうなる、うわわわわ、そういう上がり方、怖いな。これはどうしようかな、こういう感じで、あ、そっか、いいのか、このまま、はい、わわわわ、はあ、ごめんなさい、なんかいろいろと最初さっきから引っかかってる、うまく越えれてない。崩壊してどうなるどうなるどうなる、どう来る、早い早い、もう一丁もう一丁もう一丁、これはうわあ、そういうことそういうこと、そしてここ、こっちワンワンさん、オッケー、これで上に登れると、はいはい、オッケーオッケー、落ち着いてきてる、どんどん落ち着いてきてるよ。さあここもキノコ取って、ここはパウパウパウ、あれうまくいかない、パウ、なんで鍵が必要、鍵が必要、オッケーオッケーオッケー。そっか、ちょうどワンワンさんが地面にいるときじゃないとパウの効果はないからね。これ破壊したらどうなるんだ、行ってみましょう。わー、移動式すげえな。おお、これ面白いぞ、これすっげえ面白いぞ。はいはい、ちゃんと、うわ、ワンワンさん、オッケー、鼻垂れワンワン鼻垂れワンワン、よし、オッケー、いいんじゃないいいんじゃない、あ、これ鼻垂れワンワンじゃなかった、釣りワンワン、わかんない。は、破壊して破壊して、あ、これ急いでいかないといけないけ、急いで、うん、待って、慌てない慌てない、こういう時も慌てずに破壊していきましょう。そう、破壊のキングマリオさんですから余裕ですよ。オッケー、すごい仕組みが素晴らしい。これはね、やった方が楽しく感じられるコースかもしれない。いやー、さすがでございました、ありがとうございました。わーちゃんさんのコース、パウ投げ爽快スピードラン2、こちらやっていきましょう。クリア率は 4.5% ですね。はい、サクッといっちゃいますよ。まずパウまずパウ、オッケー、いいね、出だしがなんか斬新、あんまり今までない感じ。よし、パウ、よし、どんどんここ、よし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 、ヘッドして、ちょっと待って、早かった早かった、今ちょっと早かったんじゃないか、大丈夫か、大丈夫じゃないねこれ。しくったな。はいよ、パウ、そしてここも取って、このままこういってパウ、オッケー、ここ、よし、オッケーオッケーオッケー、落ち着いて、はい、ヒップドロップ、ドア入って、さあここからは、ここから、今なんかすごい動きしなかった、はい、オッケーオッケー、よしよし、1、2、3、ダン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 。1、2、3、段ジャンプ、オッケー、いった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 、ようやく超えたようやく超えた。さあ時間的には残り12秒、大丈夫かな、おいしょ、もういっちょ、そんでここ鍵ドア入って、さあゴールマジか、ゴールマジかか、うーんと急いでよっと、オッケー。最後ちょっとマリオさん食われてませんでした、大丈夫、まあ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 、いいでしょう。いいね、やっぱりパウ投げスピードランは爽快感が 400%、 いや 800% 言えなかった、 800% ですね。はい、ありがとうございました。針山スパイニーマウンテン YOU さんのコースやっていきましょう。なるほど、
まずは1段、そして2段、どんどん大きくなるよ。3段、あ、意外と楽勝じゃない。4段、はい、5段、お、どんどん大きくなってきた。さあ、ここから辺からまずいんじゃないか。6段、ギリギリ。7段、くるっ。そして、8段は、これはなんだ最後、雪山かなこれ、くるっとして、ゴール。いいね。シンプルでサクッと楽しめるコースですね。はい、ありがとうございました。唐松舘さんのコース、技術テストその9、1マスジャンプ、時間がやばい。こちらやっていこう。ふん、ふん。一発でクリアしちゃうんじゃないですか、僕。はい、行くよ、多分。ほ、ほ、ほ、ほら、ゴール。やったーイエーイ !0 秒クリアですね。来ました、来ました。見たか、僕の力。これぞ、成長ってやつですよ。僕も成長してると思う、本当に。このマリオメーカーをね、やり始めてからね。ありがとうございました。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。少しでも楽しいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。コーダでした。次回のマリオメーカーの実況でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。